どのモードで遊ぶんだ？好きなモード。部活モード。なるほど、そうきたか。おやおや、おじさんたちと麻雀勝負がしたいって？その勢いよしと言いたいとこだけど、ちょっと相手が悪かないかい？それじゃ、誰をプレイヤーに選ぶんだい？よっしゃ、相手はドイツだ。ケイちゃんで決まりだね。今度は対局相手を決めてもらうよ。お手柔らかに頼むね。よし、レナが相手か。結構強敵だよ。負けたらスペシャルな罰ゲームだからね。気合い入れて勝負しな。それじゃ、正々堂々とイカサマしようね。レナが勝ったらお持ち帰りさせてね。はう。勝つために手段は選ばないぜ。手段は選ばないぜ。必殺サトシバッタークレイピーチコーラー。やられたよ。悪いな、一発だぜ。ここで引くかな。リーチ一発、ツモイーペーコードラマンガン。この調子でガンガン行くぜ。あー、負けちゃった。ここから頑張らないとだね。はい、よっ、見ないで。
これちょっとやりすぎだよ。もうお嫁に行けないよ。どう？もう一回チャレンジしてみる？よし、そうこなくっちゃね。まずはプレイヤーを選んでもらうよ。誰が相手かな？かな？レナでいいんだね。今度は対局相手を決めてもらうよ。じゃあおじさんが相手してあげるよ。へえ、おじさんと打つのかい？いいのかな。負けたらスペシャルな罰ゲームだからね。気合い入れて勝負しな。本気で来なきゃおじさんには勝てないよ。麻雀ってさ、おじさんの最も得意とするゲームの一つなんだよね。部活の恐ろしさを味わわせてやるよ。それじゃ奥の手だね。いきなり技を使うなんて無粋だね。もっと散らしてくれなきゃ。レナにお任せ。ほらよっ、それえい、カンするね。それよっ、ほらえい、それよっ。覚悟してもらおうかね。リーチ、望むところだよ。えい、ほらよっ、それそれよっ。ありゃ、もう終わりだよ。それ究極天敗天敗。ま、この曲は見逃してあげるよ。手段を選ばない、それでいいんだよね。その程度のイカ様は想定の範囲だね。えい、ほら、さーて覚悟してもらおうかね。リーチ、望むところだよ。ほら、えい、悪いね、積もっちゃったよ。やられたよ。リッチ、ツモ、ピンフ。ま、こういう時もあるよ。便所で顔を洗って出直してきな。ちょっと幸先が良くないね。えい、ほら、それえい、よっよっよっ、それほらほら、えいえい、ほらよっ。じわ追い詰めてあげるよ。こりゃすぐにでも罰ゲームの準備をした方が良さそうだよ。ほらほら、えいよっよっ、それそれ。さーて覚悟してもらおうかね。リーチ、まずいよ。えい、ほら
いくよ、リーチ。やだね、素人はすぐリーチしたがるんだから。よっ、覚悟はいいかな、かな。うん、かわいいよ。やってくれるね。おじさんが麻雀で負けるとはね、正直ショックだよ。見ないでよ。じゃなくて、そんなに見ないでください、ご主人様。この変態、私はその時剣の跡取りだよ。 まずいってこんなの。我ながら恐ろしいルールを作ったもんだよ。どう？もう一回チャレンジしてみる？よし、そうこなくっちゃね。まずはプレイヤーを選んでもらうよ。さあ、おじさんは誰の挑戦でも受けるよ。おじさんを選ぶとはなかなかやるね。んじゃあ次、対局相手は誰にするんだい？私を指名したこと、きっと後悔なさいましてよ。へえ、さとこと打つのかい？かなり手ごわいよ。よし、お互い全力でやってもらうよ。勝負開始。勝負を挑むとは、身の程知らずにも程がございましたよ。いよいよこの時が来たね。それ。トラップは最後の最後に発動させるのが。ゴミなんでしてよ。おじさんの出番だね。それ。やっ。えい。はい。覚悟はいいかい？リーチ。どうせ空振りに決まってますわ。それ。さーて。ご期待に応えて必殺技をご披露するよ。イカ様上場。その時見よ、乱れ打ち。そう来なくては部活とは言えませんですわね。イエーイ、リーチ一発。冗談はおやめくださいまし。リーチ一発、ツモ、ピンフ。やったね。あまりいい気にならないでくださいまし。これはトラップを仕掛けるまでもありませんでしたよ。さあ、決着をつけさせていただきますわ。ピンチ。ん？来たね。それ。えい。それ。それ。そろそろ出る頃だと思っていましたわ。ロン。できれば使わずに済ませたかったことね。そう来なくては部活とは言えませんですわね。はい、覚悟はいいかい？リーチ。何を企んでも無駄でございますわ。はい、
いよいよこの時が来たね。それイカ様ジョジョ、その時見よ、乱れ打ち。どうせイカ様をするならもっと優雅に仕掛けてほしいものですわね。イエーイ、リーチ一発。冗談はおやめくださいまし。リーチ一発、ツモチャンタドラハネマン。はい、対局終了。所詮おじさんの敵じゃなかったね。もう罰ゲームでもなんでもどんと来いでございましてよ。まあ、こんなことして何が楽しいのか理解に苦しみますわ。分かっていますわ。今も昔も麻雀に負けるということはこうなる運命なのでございましょう。そんな目でじろじろ見ないでくださいまし。どう？もう一回チャレンジしてみる？よし、そうこなくっちゃね。それじゃ、誰をプレイヤーに選ぶんだい？私を指名するとはお目が高いですわ。さとこに打ってもらおうかな。で、誰と対局するのかな？頑張ります。です。オッケー、羽生が相手だ。頑張りな。よし、お互い全力でやってもらうよ。勝負開始。はー、
するときは絶対負けないのです。あ、あわわう、これが罰ゲームなのですね。もうダメです。恥ずかしいです。このままでは僕の中で何かが壊れてゆきますです。人に見られるのがこんなに恥ずかしいとは、経験してみるまで全然わかりませんでしたのです。どう？もう一回チャレンジしてみる？よし、そうこなくっちゃね。それじゃ、誰をプレイヤーに選ぶんだい？羽生にやってもらおうじゃないか。で、誰と対局するのかな。やるからには負けないのです。おっと、リカちゃんをご指名とは命知らずだね。負けたらスペシャルな罰ゲームだからね。気合い入れて勝負しな。麻雀なら僕にお任せなのですよ。ネパーがしたいなんて何を企んでいるのかしら。いいわよ、してあげても。禁断の技をご披露しますです。
たが麻雀なのに必死ね。了解なのですよ、ミパーン。えい。はい。それ。はい。それ。はい、ポンよ。ミポンしますです。それ意味あるの？悪いわね。見事にやられましたです。じゅんちゃん、まだ終わったわけではないのです。そんなに怖い顔しないで。ひどい灰だこと。だからこそ抗いたくなるわね。それ、リーチなのです。ニパーン。リーチね。で、この後どうするのかしら。はい。に、覚悟するのです。これで一コロなのですよ。ニパーン。本当に何でもありなのね。一発なのです。はいはい、これじゃ手も足も出ないわね。リーチ、一発、ズモ、ピンフ、ダンヤオ、南岸。楽勝なのです。私に勝ったのがそんなに嬉しいかしら。私、麻雀って弱いのよね。それ。はい。ええ。はい。さあ、運試しよ。リーチ。嫌な予感がしますです。リーチなのですよ。調子良さそうね。はい。覚悟するのです。これで1コロなのですよ。あら、やってくれるわね。容赦なしね。リーチ、一発、ズモ、ドラ、ハネマン。はい、対局終了。なかなかいい勝負だったのです。確率通りに打っていっても負けるんだもの。麻雀ってタチが悪いわ。やだ、私までこんな格好。あ、それ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 、おやしろマジカル、フルホールね。なんだか癖になっちゃいそう。あ、次郎さんに見られたらどうしよう。もう嫌。チャレンジしてみる。よし、そうこなくっちゃね。それじゃ、誰をプレイヤーに選ぶんだい。しょうがないね。高野さんで決定だね。今度は対局相手を決めてもらうよ。ちょっとの間、教師の立場を忘れさせてもらいますね。了解、知恵先生がいいんだね。
この勝負は燃えるね。それじゃあ麻雀勝負スタート。 ある程度覚悟はしてましたけど。仕方ありませんね。先生もやるときはやりますよ。これもルールのうちよね。ほら、今ズルしたでしょ。しょうがないよね。はい。えっ、えっ、それ。はい。えっ、は。はい。あ、リーチよ。ちゃんとテンパってますか？これもルールのうちよね。この際、年のことを忘れるわ。ナースエンジェル、ミオちゃん、アタック。先生、そんなこと教えてませんよ。来ちゃった。一発。そんなの困ります。リーチ、一発、ツモ、ドラ、ハネマン。ちょっと弱すぎじゃない？なんだかんだ言っても、結局麻雀って上がってなんぼなんですよね。手が悪くても諦めちゃダメです。諦めちゃ。えっ、それ、それ、は、それ、はい。リーチよ、覚悟してね。まあ、いつの間に。それ、これもルールのうちよね。この際、年のことを忘れるわ。ナースエンジェル、ミオちゃん、アタック。そんなの教科書にありません。一発よ。まだ授業は終わってませんよ。リーチ、一発、ツモ、本一、イーテイコー、ハネマン。はい、対局終了。気分が悪かったら後で診療所にいらしてね。先生やめて、シスターにでもなろうかしら。先生にこんな格好させるのって、いろいろ問題が。はあ、そんなジロジロ見ちゃいけません。あなたたち、いつもこんなことしてるの？ある程度覚悟はしてましたけど、やっぱり恥ずかしい。どう？もう一回チャレンジしてみる？プレイヤーを選んでもらうよ。はい、先生の出番ですね。チェ先生よろしく。んじゃあ次、対局相手は誰にするんだい？私とやるからにはただのお遊びと思わないでくださいよ。よっしゃ、シオンが相手に決まったよ。この勝負は燃えるね。それじゃあ麻雀勝負スタート。負ける予定はありませんので、スカッと返り討ちを覚悟してください。何
なるべくこの手は使いたくなかったんですが。いきなりやってくれますね。知恵先生に任せなさい。えい、はい、とう、はい、それではリーチ行きます。どうしましょう。とう、それ、はい、えい、えい、とう、はい、カンです。それ、えい、これで最後です。と、流局、脳天、天体。はい、釣り逃した魚のことは忘れるに限ります。仕方ありませんね。いいんですか、こんなとこで必殺技使っちゃって。行きますよ、リーチ。あー、いじめないでくださいなんて。はい、これもルールのうちなんですかね。必殺技は麻雀ゲームのスパイスです。華麗に懺悔なさい。堂々とイカ様ですか。まったく、大胆なのかせこいのかわかりませんね。はい、一発。こっちはいい手入ってたんですよ。少しは空気読んでください。リーチ、一発、ツモ、三アンコウ、ドラ、ハネマン。まだまだいきますよ。こりゃ油断してるとこのまま負けちゃいそうですね。なるべくこの手は使いたくなかったんですが。いきなりやってくれますね。カンしますよ。えい、それ、ここはリーチです。あれこれ考えるのもたるいだけですし。どうしましょう。とう、えい、それ、それ、とう、やりました、ツモです。やられました。リーチ、ツモ、ドラ、万難。次こそ大勝利です。もっと私にいいとこ見せてくださいね。いよいよオーラスだよ。あっちゃー、これは苦戦の予感がします。えい、とう、それ、とう、とう、はい、それ、とう、とう、しますね。なるほど、何考えてるのか読めてきましたよ。はい、えい、えい、それ、流局、天杯、脳天。ま、振り込まなかっただけマシです。そりゃひどいです。まあ打ってるうちになんとかなるでしょう。はい、はい、はい、とう、はい、はい、カンです。
こそこそダマテンとか性に合いませんので、ここはバーンとリーチです。来ましたね。ドン、えい、行きますよ。リーチ。あれな、私何か気に障ることしました？ドン、はい、一発。おっと、これ当たりでしたか。残念。リーチ一発、イーペーコードラ、ハネマン。はい、対局終了。戦ったらお腹空きました。この私を任すなんて大したもんです。もうダメダメです。私お姉たちと違って野生児じゃありませんので、そこんとこ考慮してくださいよ。もう汗でべっとりですよ。どう、もう一回チャレンジしてみる？最初にプレイヤーを選んでもらおうかな。はい、やるからには勝ちますよ。シオンにご指名だよ。んじゃあ次、対局相手は誰にするんだい？この前原圭一がお相手するぜ。なるほど、圭ちゃんと打ちたいんだね。この勝負は燃えるね。それじゃあ麻雀勝負この前原圭一の辞書に箱天って文字はねえんだ。行くぜ。はいはい、了解です。おいおい、早速イカ様か。あれ、私に任せちゃっていいんですか？それ。リーチ、覚悟はいいか？これ、はっきり言ってピンチです。それ。よっしゃ、来た！ツモ！ガーン！リーチ、ツモ、ダンヤオ、ドラ。やられました。まるで相手にならねえな。それじゃ行きますよ。おいおい、早速イカ様か。手加減なしで行こうぜ。それ。よっ。よっ。それ。それ。よっ。ここらでリーチと行くか。やば。行きますよ、リーチ。望むところだぜ。ここは必殺技ですね。ちょびっと改造してありますが、あくまで護身用です。必殺ハイパースタンダー100万ボルト。
一発です。うがー、リーチ、一発、ツモ、ドラ、マンガン。次もこの調子でいきますよ。ちっ、まだまだこれからだぜ。こりゃちょっとやばいぜ。よっよっ、それそれ、はい、ポンです。おっと、それよっ、た、それリーチ、一気に決めてやるぜ。これはっきり言ってピンチです。た、もらった、カン、それそれ、ふっ、何が起きたかわかるか。分かっててもわからなくても教えてやるぜ。ツモだ、ガーン。リーチ、ツモ、薬杯、ドラ、マンガン。次は負けませんって。まるで相手にならねえな。いよいよオーラスだよ。お互い手加減なしでいこうぜ。それ、ふっ、カンといくか、ふっ、それリーチ、一気に決めてやるぜ。やば、一発だぜ。はいはい、了解です。そんなのありかよ。まだまだ甘いぜ、ローン。ありゃ、マジですか。リーチ、薬杯、ドラ、マンガン。あっちゃ、対局終了。悔しいな。へへ、勝負あったな。どう？もう一回チャレンジしてみる？よし、そうこなくっちゃね。それじゃ、誰をプレイヤーに選ぶんだい？どんな相手でも恋なのです。羽生にやってもらおうじゃないか。んじゃあ次、対局相手は誰にするんだい？よし、軽くもんでやるか。なるほど、ケイちゃんと打ちたいんだね。負けたらスペシャルな罰ゲームだからね。気合い入れて勝負しな。この前原圭一の辞書に箱天って文字はねえんだ。行くぜ。麻雀といえばこれなのです。おいおい、早速イカ様か。よっ、へっ、それはぁ、リーチなのです。ふっ、それくらいでこの圭一様がビビるかよ。っ、攻撃準備完了なのですよ。この勝負絶対負けたくないのです。いざ羽生フラッシュ。やってくれるな。ワンワン、一発です。ワンワンワン。マジかよ。リーチ、一発、
つもタンヤオ。やりました。ちまだまだこれからだぜ。早速イカ様か。もらった。カン。タッ。タッ。ハッ。よっ。それ。もらった。カン。よっ。タッ。タッ。それ。タッ。ああ、リーチなのです。やるじゃねえか。それ。攻撃準備完了なのですよ。この勝負絶対負けたくないのです。いざ羽生フラッシュ。ここです。ウォンク切ったね。俺が悪かったから見逃してくれ。こんな恥ずかしめを受けるとは。前原圭一一生の不覚。ふふ誰がこの惨劇の謎を解いてください。それだけが俺の望みです。チャレンジしてみる？じゃ、あんたはもう立派な部活メンバーなんだから、次の部活にも必ず参加すること。いいね、待ってるよ。